じゃあ、三崎メイって子はいるの？三崎メイは…おはようございます。早いんですね。それじゃあそういうことで何か…いや、もういいですね。今朝、何かあったっけ？同じ教室で共に学んだ高林くんのご冥福をみんなでお祈りしましょう。悲しい出来事が続きますが、くじけず諦めず、みんなで力を合わせて切り抜けましょう。皆さんくれぐれもクラスの決め事は守るように。三上先生も難しい立場でありながら、できるだけのことをと言ってくださいました。ですからよろしいですか？あのさ、なんだあいつ。和久井くん、なんだよもう。電源が入っていないためかかりません。あのさ、すまねえ。噂が一人歩きする。これは本来人間でないものがあたかも人間かのように振る舞う表現であり、この用法を擬人法と言います。ここで気をつけてほしいのは、擬人法とは人間でないものを人間のように例えるということです。人間とは考える足であるというパスカルの言葉がありますが、これは擬人法ではありません。やっぱりそういうことなのか。暗喩となります。よろしいですか？